やっていきましょうか。Google のこれ、タピオカティーを作るやつ。かわいいよね。犬のような生き物がタピオカティーのね、屋台を作るっていう。タピオカティーを作ろう。客のね、なんか頭の悪そうな犬が来ましたね。こんばんは。いらっしゃいませ。長押しして栓まで材料を入れると。どうやらね、この栓までタピオカを入れるらしいんですよ。こんな感じで。で、なんかぴったり入ると、なんかね、舌出してね、バカみたいに喜ぶんですよ、こいつが。ほら、かわいいよね。これなんかシロップみたいなやつを入れて、あとはこう、シャリカシャカシャカシャカ、ベビータッピッ。はい、どうもお待たせいたしました。ありがとうございました。次なんか羊みたいな。こいつタピオカよく食うな。タピオカみたいな目して。これね。これは、なんだ、緑茶？緑茶かな？タピオカグリーンティー的なところはあるかもしれない。シャカ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 、ベイビータッピ。ありがとうございました。かわいいね。おい、カエルの卵みたいなタピオカですね、これ。やべ、ちょっとサービスしすぎた。ごめんよ。ちょっと、吐いて戻してくれ。よしよし。意外とむずいぞ。意外とむずいぞ。よし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 。ベビータッピ。お待たせいたしました。これで、パーフェクト、全部パーフェクトだと星2つじゃない、星3つになるっぽいんだよね。え？シェアすんのかい？タピオカ多すぎない？タピオカじゃん、これは。タピオカティーじゃなくて、もはやこれタピオカじゃん。タピオカですね、これは。タピオカ飲みに来たみたいな。やべやべやべ。ちょっとサービスしちゃった。意外と、あーしし、あー、あー。ベビータピッピしてんじゃん。嘘だろ？リア充かよ。あらた、誰これ？ お客様は、あれですか？生命体ですか？お客様は誰？私何入れてんのこれ。え、絶対知れないもん提供してるけどいいのかな？まあいいか。お客さんが笑顔になるならいいか、それで。はい、どうぞ。よしよしよし、なんかやべえもん、ええー、いや、ストロー刺しすぎだろ。かわいいね。雨の日だけ営業すんのかな？ちょっとね、最初の2つだけでしたね、パーフェクトでいったのは。ちょっともう1回だけやってみよっか。全部パーフェクトになった時に、このリザルトの画面がなんか変わるかもしれんしな。もう一回だけやります。まず犬が来ます。このね、点線が太い時は簡単なんですよ。点線の下場にこう液面が来たらマウスを離す。それでぴったりね、虹になるんですけど、多分ね、3個目あたりからね、ベビータッピ。3個目あたりからね、太さが変わってくんだよね。てか、今も若干変わってる。この戦法がいけんのは多分ね、レベル2までなんだよ。この羊野郎までなんだよね。羊すぎると、若干、線より早めに止めないと厳しいのかもしれない。OK。てかね、3個目カエルだっけ？あのクソガエル。クソガエルさ、あれなんだよな、なんか、ほら、タピオカ少なすぎんだよな。もっと食えよ、お前。あ、来た！いけたいけた。もう、重用していいんだ。重用していきましたね。で、これ、ちょい早め。気持ち早め。よしよしよし、大丈夫です。線より気持ち早め。線より気持ち早め。線はどこだ？よし、来た。え、ちょうど買えるじゃん、こいつ。バンダイガエル。いらっしゃいませ。
どうぞごゆっくり。いってらっしゃい。この線も相当細いからな。早めの OS1 で行こう。ここ、よしきだ。いいぞいいぞ。これ早めだな、マジで。ここ、よしきだ、よしきだ。シラップもこれ早めだぞ。マジで早め。ここ、よし。すげえ白熱してんだけど。楽しいよ。意外と楽しいよ。おい、仲良くやれ。いつまでも。で、問題はこいつなんだよな。何この得体の知れない白いやつ。人玉とかいう説ないよね。これ出てくんのさ、みんな動物じゃん。これ人の魂ってわけじゃないよね。今までのタピオカも人の魂っていうわけじゃないよね。こんぐらい。よし、来た。かなりでかい。かなりでかい。ここなんだよな。怖い。マジで怖い。早め早め。早め早めで行こう。早め早めで。ここ。よし、来た。でかい。シロップがやばい。え、こんなすり切りいっぱい入れてたっけ、さっき。やばくね。どんぐらいいったらいいんですよ。半分ちょい超えたぐらいでマウス離してみるか。ここ。よし、よし、来た。はい。ベビータッピ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 。よし、いつまでも仲良くやれよ。よし。雨上がり。ああ。特に変わらなかった。